が総理官邸前に到着しました。今日から新しい学校だよ。行きません。もう誰も傷つけたくありません。だからもう外には出ません。君にかかった呪いは使い方次第で人を助けることもできる。国民の皆さんのために働く内閣を作ってまいります。最後にもう一度強く抱きしめて、その後はもう何にもいらないよ。見えない未来も先の先もあなたで満ちれば後悔はないよ。最後